いつもロペラ用ショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2014年式メルセデスベンツ E550 ステーションワゴンアバンギャルドをご紹介させていただきますまず外装面の状態ですがボンネット複数箇所フロントガラスに飛び石右リアドア リアバンパーに線傷。左フロントフェンダー。右リアフェンダー。右フロント、リアドアエッジに傷。左フロントアルミホイールにガリ傷がございます。走行距離約5万1千キロ走ったお車です。ボディカラーはオブシリアンブラック。 インテリアはブラックレザーとなりますメルセデスならではの豪華装備に加えてワゴンボディの利便性を存分に発揮し4.7リッター V8 エンジンのパワーも申し分なしの E550 ステーションワゴンアバンギャルドでございます人気の高いブラックボディにブラックレザーアルミホイールまでブラックで統一されたおすすめの1台となりますエンジンスペックに関しましては4.7リッター V 型8気筒ツインターボエンジンを搭載 最高出力408馬力を発揮します。ヘッドライトには LED が採用されており、夜間走行時の視認性も高く、安全にお乗りいただけます。アルミホイールは18インチアルミホイールを装備しております。続きましてトランクスペースの紹介です。トランクの開閉は電動での開閉となります。スーツケースが収納できる十分なスペースを確保。後部座席を倒すことで長いお荷物にも対応でき、 利便性に優れております続きましてインテリアのご紹介です。インテリアはブラックレザーシートとなります。運転席、助手席、ともにシートのシワなど使用感が見受けられます。ステアリングは3本スポークのウッドコンビステアリングを採用。パドルシフトにてお手元で自由な変速が可能となり、スポーティーな走行をお楽しみいただけます。アダプティブクルーズコントロールを装着しておりますので、任意で速度設定を行い、 サポート機能によって長距離運転など快適なクルージングが可能となります。ナビゲーションは純正 HDD ナビゲーションを装備。バックカメラを装備しておりますので、バックカメラにて後方確認を行い、安全に駐車していただくことが可能となります。シフトに関しては7速のオートマチックシフトを採用。センターのスイッチにて2つの走行モードを選択することができ、サスペンションは2段階の変更が可能です。 フロント両席にはシートヒーター、ベンチレーターが完備しており、一年中快適な空間でのドライブをお楽しみいただけます。電動パノラマサンルーフに加えて、ハーマンカードンスピーカーを装着しており、開放的な車内で上質な音楽を聴きながらのドライブをお楽しみいただけます。後部座席に関しても、シートのシワなどの使用感が見受けられます。今回は2014年式、メルセデスベンツ E550 ステーションワゴン。 アバンギャルドをご紹介させていただきました。408馬力を発揮するパワートレインに、上質で快適な室内空間、利便性の高いワゴンボディはブラックで統一された仕上がりとなり、文句なしの一台でございます。お探しの方は、お早めにご検討いただき、お気軽にお問い合わせ、ご来店、お待ち申し上げております。よろしくお願いします。